おそす、ちはやです。マリオメーカーやっていきましょう。久々、4月の6日にいただいたコースです。80秒スピーランですね。よろしくお願いします。そのことありがとうございます。じゃあ早速参りましょう。900分の1。結構難しそう。まずは3段ジャンプ。はい。そのハテナボックス叩いてもどっちにしてもだもんな。ということは叩かなくていいってことだから、ジャンプで抜けちゃえばいいと。OK。さあ、土管入りまして。かぶります。なんだ、道が分かれてるな。とりあえず上行く。いや、上で合ってるっぽいな。こっちは別に何もない感じ。なんか上行けそうな気配はあるのか。どういうことだろうな。全然ルートが分かんねえ。とりあえずバネじゃん。なんか左になかった？気のせいか。ほら、あった。しかも届いた。持っていきましょうのやつだね。危な。当たりそうですね。なるほど。ここはバネジャン必須。あ、ここはもう確実ですね。これはフルマックスで全然大丈夫。最初だからちょっと時間は足りないだろうな。もったいねえな。いい流れで来てんのにね。鍵ドア入って。おお、反応悪い。そっちか。そこに出るのか。はいはいはい。あ、これは上繋がってる。わかりやすくていい。もう、もったいねえな。いい流れ。あ、これは戻す感じなのね。じゃあそこの上に繋がりました。残り14秒。ひょい。バネ、ジャンプしたから。逆に加速できなかった。土管入りますよ。ほい、来るん。オッケー。ジャンプして、ジャンプして、残り7秒。あ、もうちょっと時間稼げますね、ここね。0. 何秒だと思うけど。あ、これあれだ。バネジャンしないでいいんだ。普通に投げて普通に行けばいいんですね。よし、じゃあ行きましょう。さあ、かなり時間が余ってる状況でやってまいりました。残り25秒。さっきとはもう段違いですね。パウン投げて、これはボム兵を連れてくパターンと予想。はい、正解。危ねえ。下、ガンバーって書いてありますね。大阪かな1、2、3ガリアじゃなくても大丈夫そうですね。ここは直折りで大丈夫。残り9秒。ジャンプでこれで。土管入って、P 持っていきます。持っていきます。あ、これ捨てて、こう。OK。そっか、踏むと多分待たなきゃいけなかったからかな。ちょっと時間が良かったんでしょうね。これ気になりません？初心者が作った30秒スピラン。どんなもんなのかな？いやー、むずそうだね。本当に初心者が作ったかって疑いたくなるくらいの。マジだ。難しいやつだ、これ。だいたいこういうのは初心者作ってないよな。少なくとも動画とかは見てたはず、この作りは。間違いない。だってこのバネの下にさ、ピンクコイン入れるとかわかんないはずだもん。初心者だったら絶対に。ってことは見てますよね。これ別に今のやんなくてよかったな。これは、なるほど、スピンじゃないといけないと。はい、OK。投げて、投げて。3段ジャンプだー。ああ、間に合わなかったー。外寒いんだけどね、やっぱパソコン周りは暑いですね。多分今28度くらいありそう。 OK。 最初の3段ジャンプが鬼門だと思うんですが、そこさえ抜けてしまえばここで短縮を測って、はいはい。あー、危ねえ。今ちょっと調整入れてしまった。さあ、スピンの順位、ここだ。ここめっちゃ大事。はい、危ねえ。投げて、123段ジャンプ。 OK6 秒短縮。やっぱあの左のピンクコイン1枚だけ取るやつ、だいぶ短縮できますね。あれで多分4秒くらい短縮してんじゃないかな。気持ちいいですわー。運が悪いと積みます。なんだろう、ほう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 。おーすげえなるほど。確かに気持ちいいわ。気持ちいいですね。ニッコニッコしてますね。いいね、これね。ドスン倒してる時の音いいよね。カカカカってやつ。これすげえな。あれ、どうやって描いてるんですかね。なんかあるんですかね、サイトが。これすげえな。マイクラとかだとね、あるんですけどね。イラストこう、どっかのサイトに入れて、そうするとブロック、何ブロックが必要で、こんな風に置くとできますよみたいなのあるんですけど、それなのかな?うわー、レトロアニバーサリーアーケード。レースっぽいけどなんか自分が好きそうな感じのコースですね。行きましょう。初手からむずそうな。はい。あ、そっか、これ落ちねえのか。パックンいい仕事してんな。これは落ちるよね。はい。あー、流れで行く。はい。でもってここ置いといて、自分上。あー、よかった、いけた。ターン、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 ここ。よいしょ。オッケー。厳しい。いや、いやー、そういうことかー。一回ここに乗る。オッケー。で、ほっ。よいしょ、いけた。けどどうするこれ。流れか。これはいいんだね。あ、叩かないとダメだったのでは?へえ。これはとても難しい案件だと思うんだけどな。すげえ難しい。ほっ。よし、中間いった。さあ。あ、これは流れでいった方が良さそうだな。こっちの方が良さそうだ。はい。でもってこうなって。あー、乗れなかったよ。ランキング難しいに入ったコースがとても難しいに入り直したりすることあんのかな?これなんかとても難しいに入りそうな気配だよ。いや、いやー、神いた。うわ、そういうことか。上にクリボーいた。はい。はい。でもってクリボー。オッケー。踏む。あー、ミニジャンで合ってたのに。隙間入る方が難しいよ、逆に。はい。はい。はい。よし、オッケー。ちくわ。ちょっと待って。うわー、もうちょい待ってないとダメだね。中ジャン。乗って、調整入れて乗り続けて落ちて。一緒にオッケー。土管突破。きた。中間ねえのかい。中間ねえのかよ。中間ないのやばいな。よいしょ。雲乗んなきゃダメ。危ねえ。行くべきはここだな。オッケー、ここで中間なのか。なるほど。よし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 。これスタートからやり直す。絶対やんないようにしないと。これ叩いて、道を作って。なんだ?あ、違う、これ自動だ。で、これ。で、これ。はい、オッケー。羽だからちょっと遅め。これは早め。これ踏んで。これ、カーブ?なるほど。こうだな。よいしょ。でもって、乗りっぱか?じゃあな、一回降りて、これに乗り直して、雲の上、素晴らしい。いい調子。これい、あー!ここ。でもって、2番目くらい乗っといて、これ乗って、さっき死んだのは、ここでした。はい。流れでいかないとダメ。早いよ。叩くのか?ジャンプだ!オッケー!抜けた?ゴールかな?よっしゃー、めっちゃ楽しかった。いや、これ売れるわ、製品版で。2980円くらいで全然売れるわ。なんだろうね、これ。一瞬ドキッとなる10秒マリオ。最初キノコ取っちゃいけなさそうだけど、取っていいのかな?いや、取るしかないのか。行かざるを得ないやんってことか、じゃあ。ここで多分待ってて、ここでドキッとするべきなんでしょう。よっ、はああったー、なるほど。そうか、そっちだったか。コース全体が花火に染まる50秒の地下スピードラン第3弾参りましょう。ことあるごとに花火が飛ぶんだ。皆さん今年花火見ました？自分は多分花火とかのシーズン、もろ動画作ってました。もろ動画作ってました。よいしょ。来年は花火とか見に行けたらいいな。お、乗った。車に乗った。中にマリオがいる。あー、これ別にやんなくてよかったね。ショートカット。SC。イカを踏む。はい。ドカン踏んで。ハロウィンとかイベントごともね、まあ YouTube で動画やってますけど、全く関係ないですからね。ゲーム実況界は特に何もありませんので、そういうイベントものは。よっしゃー。さあ、ドカン入って。YouTuber の不祥事とかありますけど、一切関係ないもんな、ゲーム実況界は。ただただ平和なゲーム実況界、これからもよろしくお願いします。動画最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくお願いします。せーの、チャオー。